今川動画製作所。俺の名前は新海正宗、指定暴力団回転組の組長である。俺は黒瀬清澄、牧村豊という頭が切れて行動力もある二人を抱え、この組を巨大組織にのし上げてきたのだが、最近我が回転組若頭補佐牧村豊の様子がおかしい。そこで先日問い詰めたところ、実は信じてもらえないかもしれないんですけど、俺本当は今川組の若頭補佐なんです。別の世界の人間なんです。夜寝て気がついたらここにいて、回転組の若頭補佐やってて、なのでその早く目を覚ましたいっていうか。正直引いた。これやべえやつだろ、本物だろ、酔ってる、それとも牧村シップやってた。どうしよう、これどう返事すんのが正解なんだと迷った挙句、いやこれまずは休息と心療内科案件だわと我に返った。その後休みと通院を勧められたのは正しい判断だったと思う。そこからはまあある程度持ち直していたように見えたのだが、おかしいな、なんで見つからないんだろう。あの時いたと思ったのに、見間違い？この数日は何かをずっと探している。詰め寄って吐かせてもいいのだが、それで今度は、実は俺ウラ21世から来た宇宙人で仲間を探しててとか言い出されたら、本格的に対処がわからない。おい、あいつ大丈夫なのか。まあ落ち着いたようには見えますけどね。でも最近夜の店の方々も呼んでないようなので、そこは不安ですが。あれだろ、人生相談。それです。牧村補佐とゲームしてお話ししてリフレッシュみたいな。補佐の出所後を一時的に同居していた頃にやられて大変でした。毎晩入れ替わり立ち替わり、悩み相談したいっていう上や黒服たちが来るんですよ。でも適当に流し聞きはしていないんでしょうね。それぞれの抱えたトラブル解決したようですし。それでうちの島のしょぼくれた繁華街立て直したからな。武勇伝ですよね、あの人の。まあその噂が一回りして夜の帝王とか言われてますが、とにかく私、自分の家に他人が出入りするのが嫌なのでルームシェアはしていないんですが、私また同居して様子見ましょうか。それとも他に誰かつけます？ああちょっと待て、考えさせろ。夜は飲みに行くが10時には帰るからな。勝手に部屋上がり込んでんじゃねえぞ。補佐と上がり込みます。お伝えしたので勝手じゃないので構いませんよね。ホットプレートでお好み焼きしようって話になったので、ホットプレートを持っていきます。なんで俺ん家でやんだよ、てめえの家でやれよ。本とかソファーに匂いついたら嫌じゃないですか。俺だって嫌だわ。お前マジで言うこと何も聞かねえな。だって俺は殴られたら殴り返してくるようなやつの方がいいってよくおっしゃってるんで、ダメって言われたことをやる方が喜ばれるのかなって。それそういう意味じゃねえの、わかるよな。気概を買っての発言って気づくよな。かやってらんねえわ。おせえ、7時って言ったろうが。隠居したてめえと違ってこっちとらクソ忙しいんだよ。バカ野郎、俺だって忙しいわ。弟分や子分の面倒見なきゃなんねえし、今いくつ心霊系動画のチャンネルあると思ってんだ。実力オカルトンのバックナンバーもやっと揃ったしよ。暇人じゃねえか。日がな一日くだらねえ雑誌読んでつまんねえ人生だな。はあ、なめた口聞いてんじゃねえぞてめえ。だ、やるか。実力オカルトンバカにすんじゃねえ。そっちかよ。いやもう
ツッコミ連打で疲れてんだよ。静かに飲ませろ。今日は何があった？牧村がぶち壊れてよ。いや、あいつ元から壊れてんだろ。最近はそうでもなかったんだよ。黒瀬の下につけたらうまく噛み合っておとなしくしのぎ上げてたんだよ。おとなしくしてて日本制覇かよ。お前んとこの頭とおさやべんじゃねえか。寝首かかれんじゃねえぞ。そん時はそん時だ。なるようにしかならねえよ。とにかく最近わけわかんねえこと言い出してどうすりゃいいんだか。実は自分は違う世界の人間だの、夢の向こうから来ただの、妙にリアルに語りやがって。ちょっと待て、その話詳しく。オカルト分類して食いつくな。牧村のことはあまり詳しかねえが、殺し合いしてた俺らの間を収めてこの状態にまで持ってったやつだ。いい意味でも悪い意味でも突き抜けてんだろうよ。しばらく好きにやらせて様子見ちゃどうだ。牧村補佐、お好み焼きにお餅入れるんですね。黒瀬さん、入れたことないですか？しっかり焼くとサクサクになって美味しいですよ。へえ、面白そうですね。ところで新海組長の分はどうします？置いときます？大阪風と広島風どっちが好きかな。どっちでもいいんじゃないですか。じゃあ2枚焼いときましょうか。ところで補佐、先日から何かというか誰かお探しのようですが、見つかりましたか？え、あ、バレてました？その、アングレの人なんですけど、この間羅刹夜行の根城に入っていくとこ見かけたんですよ。ああ、それで手に入れようと。よほど囲い込みたい人なんですか？というか、単純に危ないことさせたくなかっただけなんですけど、ほら、羅刹夜行、警察に襲撃とか言ってたから。でも、羅刹夜行のメンツに彼がいないんですよ。だからおかしいなと思って。ちょっと調べましょうか。名前わかります？え、でも名前を聞いても誰も知りませんでしたよ。それ偽名使ってたかもしれませんよ。あ、半グレ仲間には偽名で通して本名を隠している可能性は高いです。ただ仲間が多い人や地元がこちらならどこかで縁がつながってしまうので本名はバレやすいですが、徹底的に素性の隠蔽をするのであればある程度第三者の協力がいりますね。第三者？ちょっと待てよ、まさか。お疲れさん、大変だったな。マジきつかったですよ。潜入やるもんじゃないっすね。そりゃそうだ、 PTSD になるやつもいる。命がけだからな、きついんだ。俺カジが言ってんの聞いてねえぞ。感染症で入院中って聞いてたのによ。言ったら秘匿捜査になんねえだろ。それにまだ潜り出して1週間だったのによ。悪い、俺邪魔したか。いや、お前が他の連中煽って羅刹夜行を襲撃させた件はあんま響いてねえ。それよりヤバかったのは羅刹夜行が回転組に買われたことだよな。そのせいで強制終了だ。いや、強制終了でよかったよ。今回のように実際に敵組織に接触や潜入するのは危険だし、捜査官のストレスは凄まじい。もともと日本警察は銃器の売買に関してだけはおとり捜査が可能なんだが、組織的に銃器を集めて犯罪に使用するとみなされる場合はこの手の捜査はできない。今回は相当法律を拡大解釈をして火事に羅刹夜行に接触してもらったが、連中が犯罪行為のために重火器を集めていたのなら話が違う。暴力団が関わっても同じだ。暴力団に警察官が秘匿捜査、つまり潜入捜査することは違法で、潜入して得た証拠で逮捕につなげることもできない。だから警察は S を使わざるを得ないんだが、今回は羅刹夜行がよりにもよって回転組に買い取られたからな。即座に姿を消してうまく逃げてくれてよかったよ。でも悔しいっすよ。羅刹夜行の連中が銃器集める証拠つかめたら一斉検挙できたのに、結局失敗しちまったから。いや、失敗でいいさ。
下手に成功してしまうと潜入が継続していく可能性もある。難しいってことを上に分からせる結果になってよかった。まあとにかく今夜はみんなでお疲れ様会だ。後で森さんたちも合流するらしいから。わしおさん、ずるくないですか？はぁ、ヒロだけじゃなくてカジまでそっちにいるのずるくないですか？そりゃ探しても見つかんないわけですよ。まさか偽名で潜入捜査してたなんて。そんでしかもわしおさんの下についてるなんて。おい、あれって回転組若頭補佐牧村だ。回転組のとんでもねえ大物じゃねえか。今まで一切表に出ちゃこなかったよな。そうなんだが、なんか状況が変わったらしい。状況？俺にも詳しいことはわかんねえんだよ。ただ妙にこっちとの接点持ちたがってるんだ。しかも異様にこっちの情報に詳しい。今日だって知らねえはずなのにこのマンションたどり着いてきただろ。もうとにかくずるいです。俺なんて家帰っても一人なのに。せめてどっちか返してください。交代制でもいいんで。何責められてんの俺。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。